行です。今回は飼い主のエゴ NG なハムスターとの遊び方ワースト3を発表します。今回の動画のサムネにはハムスターと遊ぶなとどでかく書いたので衝撃を受けた人も多いと思います。はじめに皆さんに質問です。ハムスターと遊ぶなというタイトルを見たとき、あなたは当然だろと思いましたか？それともは？なんで？と思いましたか？当然だろと思った人はハムスターの飼い方をよく理解している人だと思います。は？なんで？と思った人は今一度飼育本などを読んでハムスターの飼い方を確認してみましょう。私はハムスターの飼育本を5冊ぐらい持っていますが、その奴隷にもハムスターとの遊び方なんて記述はありません。ハムスターと仲良くなろうとか、ハムスターから信頼されようとか、ハムスターが好きな遊びなら書いてありますよ。しかしハムスターと人は一緒に遊ばないですよ。まず体の大きさが違いすぎるし、そもそもハムスターは単独行動をとります。だからハムスターにとって人は超大型巨人のようなものだから、関わり合うと一緒に遊ぶ以前に命がけです。そして誰かと一緒に遊ぶという概念は希薄なはずです。そんなハムスターと関わりつつ一緒に楽しめる方法は、トンネルを作ってあげるとか、餌を手渡ししてあげるとか、遊び場を作ってあげるとか、そういうハムスターのペースに合わせるレベルの遊びにとどまるはずなのです。それにもかかわらず、最近は SNS が流行ってるからか、ハムスターの可愛い姿を撮るために、そしてバズりたいがためにハムスターに無理をさせている人が目立つようになっています。そしてその大義名分として、俺はハムスターと一緒に遊んでるんだよ、ハムスターも楽しんでるんだよとのたまうわけです。そして飼育に詳しくない人がそれを見て、こういうこともやっていいんだねと勘違いして、本当はやるべきじゃないことをハムスターにやってしまって、ハムスターを苦しませているという連鎖が起こっています。これがハムスターにコーラを飲ませるとか、どう考えても NG なことならみんなダメだとわかるんですが、なんせ楽しそうだし、かわいいし、 SNS でバズりそうだから、ついつい目が曇る人も出てきてしまうわけです。今回の動画はそんな人を一人でも減らすこと、そしてハッとした人が飼育本を読んで正しい知識でハムスターを飼育する、そんなきっかけになってほしくて作りました。また NG な遊び方を発表した後にはおすすめの遊び方も紹介するので、ぜひ最後まで見てください。それでは早速いきましょう。 NG なハムスターとの遊び方第3位、ラッコ食い。ハムスターを仰向けにして、その状態でおやつを食べさせる行為をラッコ食いと呼ぶそうです。ラッコ食いは SNS でものすごく流行っていて、多くの飼い主がその様子を SNS に投稿しています。どうやらラッコ食いは懐いた証拠みたいに言われていて、ラッコ食いは一部のハムスター飼いの憧れみたいな風潮がある印象を受けます。確かに可愛い姿だと思います。ただしですよ、それを見た人が自分のハムスターで真似するのはおすすめしません。まず当たり前ですが、食事は落ち着ける姿勢でした方が良いです。仰向けのままラーメン食ったら麺が気道に入って咳き込んだり、もやしが鼻の中に侵入してくしゃみしたり、なんかもうめちゃくちゃになります。それをされて嬉しい人はほぼいないでしょう。しかもハムスターのラッコ食いは超大型巨人にとっ捕まえられながら食事をさせられているのだから、状況としては人生トップレベルにカオスです。そんな状況を普通は喜びはしないから、自然な姿勢で食事をさせてあげた方が良いです。とここまでは若干おふざけが入りましたが、こっからはちょっと真剣な話です。ラッコ食いを無理やりさせようとすることでハムちゃんの寿命が縮むリスクがあります。まずラッコ食いはハムスターが普通はやらない不自然な行為です。この不自然な食べ方を無理やりさせるのは難しいですよね。すんなりやらせてくれる子よりも抵抗する子の方が多いことは火を見るよりも明らかです。そしてそんな難しいことを強要する過程でハムスターに負担がかかります。これが問題です。多くの飼育本に書いてあります。ハムスターはストレスに弱くて、ストレスによって様々な病気を併発するそうです。例えば「ハムスターの健康と病気」という本の中には、ハムスターのかかるさまざまな病気とその原因が載っています。さまざまな病気の原因としてストレスがよく挙げられているんです。例えばリンパ腫、胆のう胞、直腸脱、下痢、軟便、子宮蓄膿症、細菌性呼吸器感染症、肺炎、各部位の腫瘍などなど、病気の大半がストレスと関係してるやんって叫びたくなるぐらい、たくさんの病気の原因として挙げられています。
ラッコ食いに限った話じゃありませんが、ハムスターに負担をかける行為は万病につながります。それが分かっててもなおラッコ食いをさせたいですか？懐いた証拠が見たいのなら手の上に乗ってくれる、それだけで十分なはずです。それ以上のスキンシップは飼い主がやりたいからやっているだけのエゴイズムではないでしょうか。私はハムスターが病気になるリスクを追ってしてまでやらなくてもと思います。 NG なハムスターとの遊び方第2位、高く持つ。これについてはさっきの話を聞いてくださったあなたには耳だこですよね。ハムスターは穴を掘って地下に潜る、もしくは地上を走る動物です。つまり木に登らないし空も飛びません。そんなハムスターが高いところにいる時ってどんな時ですか？鳥にさらわれた時だけですよね。つまり死んでしまう時だけです。ということは飼い主に高い位置で持たれると死ぬ時に近いくらいの恐怖を感じている可能性が考えられます。そうなるとストレスが溜まるし暴れて落下してしまうことも考えられます。どちらにしてもハムスターの寿命が縮むのでやめましょう。手に持つ時は低い位置にしましょう。NG なハムスターとの遊び方第1位、握る、つまむ。これは遊ぶ以前の問題で扱い方の話になります。何度も言っていることですが、ハムスターにとって捕まることは食われることと同じなので死ぬ時に近いぐらいの恐怖を感じている可能性が考えられます。ハムスターを持つ時は救うように手に乗ってもらい、落ちないように逆の手をふんわり覆いかぶせるのが基本です。これを知らなかった人はぜひ飼育本を買って読んでみてください。必要な知識が網羅的に学べますよ。動画のまとめに入る前にお知らせです。インスタグラムのアカウントを開設しました。こちらのインスタグラムアカウントではキビちゃんとポテちゃんとタピちゃんの可愛い動画や写真を投稿しております。毎日にアルバムのようにして参照して癒されたい方におすすめですので、ぜひフォローお願いします。またキビちゃんの YouTube チャンネルも絶賛運営中ですので、ウサギが好きな方はぜひフォローしていってくださいね。それではまとめます。今回は飼い主のエゴ、 NG なハムスターとの遊び方ワースト3を発表しました。第3位ラッコ食い、第2位高く持つ、第1位握るつまむでした。じゃあ何ならいい遊びなのか、それについては以前にまとめた動画、手乗りの3ステップ、喜ぶ遊び、大切な遊びを見てください。コメント欄と動画概要説明欄にリンクを貼っておきます。今回も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画が良かった、面白かった、ためになったと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。これからも頑張ります。ではまた次の動画でお会いしましょう。